古の時代から占いというものがあるけど、基本的に占いは信じていない。オカルトは好きなゆっくり霊夢です。私的には占いで未来のことなんかを占ってほしいんですが、占い師ってよくメンタリストが言うようなことばかり言っている気がするんですよ。古の時代から危ない宗教は多いので今を生きる皆様も注意してほしい。信心深いゆっくり悟りです。今回は三国志小話として、職を裏から牛耳った大物である陳氏の活躍をお話ししていくわ。彼は職を乱した悪の宦官高校の逆のような人物みたいな感じの男なのよね。善の心を持った高校ってわけですか。じゃあまずは軽く陳氏の経歴から紹介していくわね。陳氏は職で三公の一つである人にまで上り詰めた巨星の外孫にあたる男よ。陳氏は不幸にも若くして両親を亡くす不幸に見舞われたもんで巨星に引き取られ、彼の家で成長していったみたい。むむむ。職のスーパー大臣が身内にいる男ってわけですか。前回紹介した諸葛先と若干被りますぜ。陳氏は名士の生まれからなのか、それとも自身の才能のおかげか20歳そこそこで名前が知られるようになって朝廷に仕官し、それから戦争牢にまで上り詰めた。さらに彼は厳粛で威厳もある容姿もしており、さらに暦や占いといった様々な芸にも通じていたので時の職の権力者であった比叡は陳氏をかなり評価し、竜禅の側近であった董允が246年に病死すると、彼の後任としていきなり侍中にまで抜擢されていきなり竜禅の側近となったの。さらに251年にこれまた職の大物である余外が病死すると陳氏は彼の後任として尚書令にまで任命され、陳軍将軍にも任命されたの。陳氏は職の要人がちょうどよく亡くなったもんで、スルスルと出世しているわ。まあでも陳氏が出世できたのは運が良かったのもありますが、その運をつかめたのは彼に才能があったからですよね。彼の才能は職の権力者である比叡にも認められていますし、それなりの才能はあったんじゃないのかな、とは思います。253年、職の大将軍である比叡が暗殺されると、脅威が比叡の後継者となって権力を持つようになったの。諸葛亮の後継者である荘園、比叡らはもっぱら職の首都を離れて最前線である漢中に赴任していたものの、そこで政治を行っていたの。通常であれば前任者のように脅威が職の最高権力者である以上、彼が職の政治を、やるべきなものの、脅威はたびたび兵を率いて漢中から出兵するもんで政治なんてやる暇がなかったの。なもんで陳氏は脅威よりも格下のくらいながら脅威の代理として中央で政治をやり続けていたみたい。陳氏は上は皇帝である竜禅を敬い、下は皇帝の雑用係である宦官にまで優しくしたもんで職の人々は陳氏をかなり信愛し、陳氏の権力は大将軍である脅威よりもはるかにあったようね。むむむ。こういう権力の逆転現象が起きるとなんか清掃なんかが起きるのが歴史の常なんですが。陳氏と脅威は争わなかったんですかね。ああ。その点は大丈夫よ。陳氏は職の進化の中ではかなり珍しい北伐皇帝派の人間だからね。脅威の直属の部下の将軍である楊家やら協力ですら北伐を否定しているのに、陳氏だけは脅威の北伐を容認したのよ。故に脅威は安心して北伐に出兵できるのよね。政治はすべて陳氏に丸投げし、自身は戦いに集中するという。むむむ。うまく役割分担ができているってわけですか。脅威は直属の部下たちには北伐をよく思われず、文官である陳氏にだけ肯定されたってのもちょっとだけ皮肉ですね。陳氏は職は北伐をやるべきだ、とかなり熱く思っていたようで、後に職の学者で三国志を作った陳寿の師匠である昇州と北伐の是非をめぐって論争をしているのよね。そして昇州はその議論をもとに九国論という書物を作って暗に脅威の北伐を否定しているの。マジで職で脅威の味方は陳氏ぐらいしかいないわ。もう武官どころか学者に至るまでみんなが脅威のことを批判し続けていますぜ。こんな情勢の中で脅威が毎年のように北伐ができるのも、陳氏が中央で政治をやり続けているからでしょうね。まあ職の人々はみんな陳氏が好きなもんで彼が北伐はやるべきだ、と解けば職の臣下たちもしぶしぶ彼の意見に、納得せざるを得ないってわけですか。
マーチン氏は砲塔の息子である方向が豪直で、かつ人物評論に定評があったもんで彼から軽んじられると出世の妨害をしたりしてるんだけどね。まあこれはちょっとした喧嘩みたいなもんで。その後、陳氏は258年に病死したの。友禅は陳氏が亡くなるとこれに大いに悲しみ、命のりで陳氏が職を滑るようになって早12年。彼は、職の国の要となって大きな功績を我が国に残してくれた。存命中に良い評判を残せば美しい送り名を送るのは当然であり、彼に忠孝という送り名を授ける、と言っているの。これまで職で送り名を授けられた人物ってのは法政、諸葛亮、松園、比の4人だけで陳氏は5人目に送り名を授けられた人物というわけよ。つまる、ところ、友禅は諸葛亮、松園、比と陳氏を同列に扱っているわ。彼ら3人とは官職の格が全然違うというのにね。この時の職では五古代将軍である関羽、張飛、馬長、孔忠、張允、そして砲塔ですら送り名を授けられていませんでした。にもかかわらず彼らよりも早く陳氏は送り名をもらった。いかに陳氏が職の要であったのか、というのがわかる話です。この陳氏の死後から職は乱れていくことになるわ。陳氏が亡くなるまで職の宦官である高校は高門令という宦官のリーダー的な役職だったものの、彼の死後になると高校はいきなり中将寺、奉社問いとなって権力を握るようになったの。これを見ると陳氏がいかに朝廷をうまくまとめていたのかがよくわかるわ。実際、この頃になるとなぜか職の大将軍である姜維は毎年のように行っていた北伐をなぜかビタッとやめたの。おそらく姜維の後ろ盾であった陳氏が亡くなったから北伐を実行できなかったのだと思うわ。姜維は確かに職の大将軍であれど、政治を一切やってなかったせいで中央において発言権が一切ないのよね。このせいで後に、姜維は職の宦官で友禅から寵愛されている高校と争うようになり、中央に帰還したらヤバいと思って漢中に留まって生徒に変えられなくなったの。このせいで姜維は職の国と連携が取れなくなり、この隙を突かれて職は滅亡をすることになるわ。思えばこれまでの職の大将軍ってのは軍事をやりながら全員が全員政治をやり続けていたんですよね。ただ、やらなかったのは姜維一人。このせいで姜維は孤立したわけですか。姜維が陳氏に頼りっきりだったツケが出ちゃいましたぜ。さていかがでしたでしょうか、今回のお話は。もしよければチャンネル登録や高評価をよろしくお願いします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎です。職を裏から支配してきた人物でした。それじゃあ今回はここら辺で。